ライクーダーは、アメリカ合衆国のミュージシャン、ギタリスト、歌手、作曲家。世界各国のルーツミュージックに対する造形も深く、アメリカのルーツミュージックを発掘し、世に広めたことは高く評価されている。また、ビムベンダース、ウォルター・ヒル監督作品の音楽にも携わった。ローリングストーンの選ぶ、歴史上最も偉大な100人のギタリストにおいて、8位にランクイン。 2011年の改訂版では第31位。カリフォルニア州ロサンゼルスに生まれる。父親の影響で3歳の頃に初めて4弦ギターを手にする。4歳の時、ナイフによる事故が原因で片目を失明、以後義眼となる。16歳にして音楽活動を始める。1960年代半ばには田島ハルらと組んだライジングサンズ、キャプテンビーフハート。 ジャッキーでシャノン等のバンドで活動。ローリングストーンズのアルバム、レッド・イット・ブリードに参加しており、また、同作のレコーディング中に行われた、ジャムセッションは、後に、ジャミング・ウィズ・エドワードとして、レコード化された。そして、1970年に、アルバム、ライ・クーダー・ファーストで、ソロデビューを果たす。1978年春、日本のファンが長年待ち望んだ来日公演が。 トラノモン、クボコードを他で行われる。1979年秋、デビット・リンドレーと組再来日公演を行う。リンドレーとは1984年の映画、パリ、テキサスのサウンドトラックでも共演。以後も1990年、1995年と再度来日公演を行うなど、たびたび共演を重ねている。1980年代以降は、 映画音楽を多く手掛けるようになり、自己名義のスタジオアルバム制作からは1987年のゲットリズムを最後にしばらく遠ざかることとなった。同作収録のゴーイン、バックツー沖縄では沖縄民謡風の音階やフレーズにも挑戦、キナ・ショーキチ,チャンプルーズのアルバム、ブラッド・ラインにも参加している。1991年、ダイはジョン・ハイアット、ジム・ケルトナー。 ニック・ローとリトル・ビレッジを結成。翌年同盟のアルバムをリリースし、ツアーも行った。1993年には、インドのミュージシャン v m バットとの共演作、ア・ミーティングバイザ・リバーを発表し、同アルバムで第36回グラミー賞の最優秀、ワールド・ミュージック・アルバム賞を受賞した。翌1994年には、マリのブルースマンと称される。 アリファルカトゥーレとの共演作、トーキング・ティンブクトゥを発表し、第37回グラミー賞において最優秀、ワールドミュージック・アルバム賞を受賞した。1996年、ライはキューバに赴き、エリアデス・オチョア、コンパイ・セグンドといった、キューバのミュージシャンたちとアルバム、ブエナビスタ・ソーシャル・クラブをレコーディングする。同作は、1997年の、 第40回グラミー賞において最優秀、トロピカルラテンパフォーマンス賞を受賞するなど、欧米を中心に高い評価を受けた。1999年には、ビムベンダース監督による同名の映画も、封切られている。2003年、キューバ人ギタリストのマヌエル・ガルバンと連名のアルバム、マンボシヌエンドを発表し、同作は、第46回グラミー賞で最優秀。 ポップインストゥルメンタルアルバム賞を受賞した。2005年、ロサンゼルスのメキシコ系アメリカ人コミュニティを題材としたコンセプトアルバム、チャベス・ラビーンを発表し、続く2007年のマイ・ネーム・イズ・バディ、2008年のアイ・フラット・ヘッドも同様にストーリー性を持ったアルバムで、これら3作はカリフォルニア3部作と呼ばれている。2009年、リトル・ビレッジ以来17年ぶりに、 ニックローと組みツアーを行った。2009年11月には、このユニットで日本公演も行っている。スライドギターの名手として知られており、多くのギタリストが例外なくライの名を挙げている。フィンガーピッキングにも定評があり、指の爪で澄み切った音調を出している。特に両方を織り混ぜたフレーズは、オリジナリティの溢れているものとして評価が高い。ありがとうございます。